こんにちは、 AKB48 チームエンターテインメント県代表のハルピョンこと橋本アルナです。こんにちは。どうもこんにちは。今日の配信はお昼。明日はもう早速もう明日の配信の話するのおもろい。明日は昼ぐらいにやるのと夜にちょっとだけやろうかなって思ってます。こんにちは。こんにちは。元気ですよ。めっちゃおもろい。今配信始めたばっかりなのに明日はとか言うのやばい、やばいっすよね。めっちゃおもろい。風邪ひいて家でも寝てます。大丈夫か。どうしようなんかこれで治ったねみたいなコメント言おうと思ったけど何言ったらいいか分かんなくて諦めちゃった。今日から3月です。仕事をしながら目代わりで買うものを探してます。いいね。私もね、目代わりね、ほんとどうしようかなっていうのをね考えなきゃいけないんですけどね。なんかでも目代わりだから買うっていうのもありだけど、いるのかなっていうのも思っちゃって、なんかどうしようみたいな。うん、って感じ。こんにちは。今日もあったかくて気持ちいいです。もうね、春の陽気な感じになっていきましたよね。本当に。なんかでもないやつを買おうかなっていうのは思ってて、これからなんかなくなっていくかもしれないみたいなやつとかを買おうかなっていうのは思ってます。目代わり。あとは前回アンドハニーのシャンプー、黄色いやつを買ったんですけど、あの私シャンプーとトリートメントのセットだと思って買ったものが間違えてシャンプーとシャンプーのセットでトリートメントがなかったので、一つはそれかな。トリートメント、トリートメントのセットを買います。一つはそう、ミスっちゃったんだよね。なんか今はアンドハニーのシャンプーのピンク色を使ってるんですけど、それを間違えてこの間シャンプーとシャンプーを買っ、ん違う、間違えてっていうか、新しく黄色をなんか試してみようと思って、黄色にしようと思って、そう黄色を考えてたんですね。でその時にアンドハニーのシャンプーを、あ違う、黄色を買おうと思ったら間違えてシャンプーとシャンプーのセットを買っちゃって、トリートメントとシャンプーを買いたかったのに、そう、それで今あの次の目代わりでトリートメントとトリートメント買おうって心に誓って、今なのでそれがはい、ちゃんとトリートメントとトリートメントを買おうと思います気をつけます。
そう、なんかこれがさサイズ違いの服とかだったらさもう着れないじゃないですか。でも別にシャンプーとシャンプーなだけだから、別にいずれ着れる、いずれ使うからいいかと思って。いやもううちはリップが家に大量にあるのでリップはもう買わないです。多分アイドル辞めても在庫あるぐらいのリップの量あるのでリップはもう買わないって決めました。え、本当なんか使ってないパケ買いとかで買っちゃったリップとかもあるから、正直マジでなんか誰かもらってって感じ。てかリップこうなんか交換しようって感じ、メイク道具、うん、ほんとそれぐらいあります、いっぱい。あ、いろいろかな。でもなんか化粧水とかはマジなくなりそう、なくなりそうっていうか今使ってるやつがなくなったら次のストックがないのでないなーって感じなんですけど、今使ってるのがどれくらいあとなくなるかなって考えたら、いや次の目代わりまでいけるんじゃねと思って、そうだからまだそこは平気かな。うん、考えたら目代わりいらないかもな今回って思い始めて、そのトリートメント以外。うちマスクも大量にあるんですよ、ファンの方からいただいたやつが本当に大量にあって、マジマスク屋さんできるぐらい大量にあって、そうだからマスクも大量にあるからマスクもいらないし買わなくていいし、メイク道具もアイシャドウとかもいっぱいあるし、今使ってるアイシャドウ結構気に入ってるからそれのストックはあるから大丈夫だしって考えたら何がいるんだろう。服とか春服とか買おうかな。まあネットで買うのって怖いんだけどね、うん、色違ったとか結構普通にあるし、ネットで買う服買うのってめっちゃ怖いんだけど、でももうなんか服が一番今欲しいから、うん、服かな、うん、コンタクトは土入りのやつなので私、そうあれなんですよね、薬局でしか買えないと思います。多分土入り透明ソフトコンタクトなので、多分カラコンとかだったら9点で買えるんだと思うんですけど、そう一回測らないと買えない、土入りのただのカラコンじゃない透明のソフトのコンタクトなのでそうなんですよね、何かをだから、うん、考え中です。
るかな。まあ買わないっていう選択肢ももちろんありなので、別に。とかもまだ大量にあるんですよ。ほんと買うだけ買って使ってない女、マジ。最近使ってるけど、最近ここの肌荒れがすごくて、なんていうの、乾燥がすごかったんですね。ここもう、ここ2日前とかまで、いや3日前とかか、ここの乾燥がすごかったんですけど、なんか前に買った豆乳の美容液みたいなやつを塗ったらすぐもう2日して治って、1日2日で治りました。日焼け止めもバカバカ大量にあるのだから、いや、あの開けてないやつしかも、そうだからいらないな。だからもう買わないかも、マジ。今年、今回、うん、まあ服が一番かな。そうなんですよ。なんか多分見てわかんないレベルの肌荒れ、本当乾燥がすごかったっていうレベルなだけなので、見ては多分わかんなかったと思うんですよ。配信とかしてても全然すっぴんだったけど、見てわかる肌荒れではなかったと思うんであれなんですけど、でも自分の中ではなんかすごい、あの化粧水とか塗ったりとかしたらヒリヒリするなって思ったりとか、あと本当とりあえずなんかここら辺のファンデーションの浮き、メイクのノリの良くなさが気になってたり、なんか乾燥してんなーって思ってたんですけど、その美容液を塗ったらマジ秒で治りまして、あいつ最強っすあいつマジ最強っす、豆乳の美容液強い。マジで強い。あるかな、調べたら出てくるかな。多分豆乳の美容液なんですよね。分かんない、違うかもしれない。あ、豆乳美容液って調べたらイソフラボンが出てきちゃう。違うんですよ違うの、イソフラボンちゃんじゃないの。イソフラボンちゃんもよいいって聞くんですけど、わかんないな、なんていうやつなんだろう。イソフラボンちゃんじゃないんですよ。わかんないです。ごめんなさい。
わかんないです。まあでもイソフラボンちゃんじゃない、なんかでも化粧水とか乳液は私もあのイソフラボンちゃんは結構割と使ってて、今は別のやつ、あのメイクさんにおすすめされた、てかめっちゃ安く売ってて、メイクさんに聞いたらえめっちゃそれいいよ、私も使ってるって教えていただいたやつ使ってるので、こんにちは皆さん、こんにちは。そうですね、昨日よりは全然元気。キューティクルも最強元気です。髪の毛もサラサラなんで、でもちょっとアイロンしたいなと思ってて、今なんかこの辺がカピ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 なので。1405日ありがとうございます。豆乳は飲んだことしかなかった。豆乳はね、いいっすよきっときっといいです。波動にピョンズが大量に当選、え、本当にそれ、マジで本当にそれ。てかピョンズとマホちゃんのファンの方とあやなんさんのファンの方、もう大量当選してほしい、本当にもうみんなからの波動ボールじゃない、何あのスーパーボールめっちゃ欲しい、いっぱい欲しい。だからマジ当選してもらわないと困る、本当にマジで優勝したい今回、うん、今日当落発表なんだ、うわー、そうなのね。福岡行きたい。ネットで高いチケット買うしかなかったあのそのお金でお話し会来てくださいはい、そこでちょっと散財しないでそれでお話し会来てください、お願いします、本当にお願いします、マジでお話し会悔しくて、うん、なんかみんなからはあと35分で1時受付終わり、本当だそうだ1時までになったんだった、一応自分のやつ引用リツイートしておきます。あ、12時までになったのか、1時までじゃないのか、そうだそうだ、なんかね、ちょっと待ってね、
何の話だっけ、あ、みんながなんか、いやみんな減ってるから大丈夫だよみたいな、全体的に減ってないみたいな話をして、私のことを大丈夫だよって言ってくれてたんですけど、みんな減ってるかもしれないけど、やっぱ増えてる人もいるし、悔しいもんは悔しい。っていうのと、まあやっぱ比べるものじゃないけどね、他の人と。でもやっぱ比べちゃうよねどうしても。で比べた時にあってなって、しょげってなるなっていうのが悔しいなって思った一つのことで、だから結構来た結構なんか選抜発表よりも来たかも、私の中では心にぐさっと来るものがあった。だからもっとみんなが私とお話ししたいなって思ってもらえるように、お話のスキルだったりとかあげなきゃなって思うし、再販でいいやって、再販がまずあるかわからないじゃないですか今回。なんかこれまではキングレコードさんはやってくださってたけど、ユニバーサルミュージックさんはもしかしたらないかもしれないし、再販でいいやはわかんない。なんか新しいレーベルさんが変わって、なんか何もかも結構新しいじゃないですか。オフィシャルショップ版っていう名前も変わったりとかして、だから再販もないかもしれない、わかんない。何もわかんない、私も何もわかんないです。あるかもしれないし、全然これまで通り。そこに関してはありますとか言えないし、わからないから。ズーデスさんもやっとボールありがとうございます。ありがとう。下がるだろうなとは思ってたから、分かってたけど、それ以上に悔しいなっていう気持ちの方が強かったかなって感じですね。だから前々から言ってるんですけど、まあ、本当にお話し会にやっぱみんなハルピョンと話したいって思ってもらわないと来ないじゃないですか、お話し会って。だからもう配信も少なくしようかなって思ったりとか考えてて、いろいろ、なんか散々顔を売る顔を売るって昨日は言ってたけど、やっぱこの人は配信見に行けばお話できるからいいやって思われちゃってたら嫌だなと思って、韓国人だからお話し会に行くの悩んでます。じゃあぜひオンラインお話し会に来てください。オンラインでお話しできるので、別に私は別に なんて言うんですかね、どこの国籍の方でもいろんな国籍の方とお話ししたいなっていうのは思ってるし、そうそうそう。だけどもしもなんか
迷うなっていう感じであれば、ぜひオンラインお話し会だったら文字を見せることもできるんですよ。そうで、そういう方もいらっしゃるので、私も全然たくさん来てくださってるので、そうやって文字見せてくださってる方で、多分それも受付の時にお願いしたら、文字見せたいっていうのをお願いしたらできると思うので、ぜひ、やっぱそれはさ、私だってさ、じゃあ私が海外のグループ、アイドルグループを応援してて、海外のアイドルグループのそのなんていうんですかね、お話し会とかに参加しようってなった時に、でも海外の言葉喋れないからって思っちゃうかもしれない、思ってなんか参加ひよっちゃうかもしれないんですけど、でもさ、文字で辞書で調べて文字で書いて見せる分には多分できると思うから、ぜひ待ってます。緊張して外国語で話しかけてしまったらごめんって言っちゃうオンラインお話し会の前にスタッフさんが見せたいものはありますかって聞いてくれ、めっちゃ優しいじゃん、めっちゃ優しいですね。もちろん配信が大事なことも分かってますよ、全然それはなんか 100% ぐらいで分かってるんですけど、そうそう、配信見て気になってきたよって言ってくださる方も多いので分かってるけど、なんか毎日結構時間やってるから、なんかどうなんだろうなっていうのは思ってて、それはでも前々から悩んでることの一つなので、それはそれでまた検討って感じ、そう。すごい、めっちゃ髪の毛抜けてるこの短時間ですごい悲しい。坂道のファンの友達も劇場でハルピョン見たいって、ぜひ連れてきてあげてください、連れてきてください、劇場で待ってます、ぜひ。ぜひお待ちしてます。劇場でハルピョン見たら落ちます配信見逃すことが多いので755を導入してみました、今日早速仕事してくれました。そうね、配信は私やっぱ755でなんか配信しますとかよく言うかな、だから多分配信をね見逃したくないなって思ってくださってる優しい方は755をね入れていただければ、ぜひコメントとかも別にしなくても、してほしいけど全然しなくてもいいので、配信本当は私の755はなんか特に無駄な通知とかもなくていやなんかたまにあるけど、本当配信しますとか配信もうすぐしますっていう、配信しましたとかっていう、もうただ配信ボットみたいな感じになってるのではい、たまにコメントを返したりとかもね本当にたまにしてるんですけど、今回いつにも増してお話し会の画像を作るしピョンズ職人が多い気が、それな、だから再販のたびに使おうと思って1枚ずつ使ってます、使わせていただいてます、ありがとう。リアルでお話ししたことないからリアルお話ししに行きます、オンラインばかりだったのでぜひリアルでお待ちしてます。
マックミックさんもやっとボールありがとうございます。今日のもうあと30分で締め切りです、お話し会。なんかこれだったらさ、お話し会の締め切りの12時に、あれ13時になってる、私マジやらかしてる、私またやらかしてる、私やらかしてる、やらかしてるね。ちょっとツイート削除してもう一回書き直すねやらかしてるね。やらかしちゃってるね。追記しします。やらかしちゃった。なんで12時までになったんだろうね。まあ多分それもレーベル移籍のあれの影響もあると思うんですけど、きっと絶対さ、あ大丈夫だって1時までだから、じゃあ昼休みの時にやろうって思ってる人多そう。昼休みに申し込もうって思って12時、じゃあ12時とか12時半とかに仕事が終わっ休憩に入って、よしじゃあ申し込もうと思ってやった人が12時までなのってなってそう。うん。そうだよね、きっとお昼休みに申し込んでた人多そう。オフィシャルショップ版になってお話し会申し込みしやすくなった。そうなの、やったじゃん、万歳じゃん。それはそれは万歳だ。よし、ん？今日3月1日の12時ですよね。え、合ってますよね、私。でも支払いがそうなんですよ、なんかキャンセルしちゃうと、そう支払い忘れるとなんか次から申し込めなくなるらしいので、ブラックリスト入りするらしいんで、皆さん気をつけてください。16時から早速2時申し込みで買い、ありがとう。オンとオフどっちに比重を置くか迷う。でもさ今さ体調あれじゃん、
体調っていうか、あの今さあれじゃないですか、もう 100% 元気100倍アンパンマンじゃないじゃないですか。そうだから会いたいけど、自分の体のことを第一優先に考えてほしい、うん、だから7月とかにはさ会えたらなって思うんだけど、うん、5月とかの分はまだアンパンマンになる前だから、そうそうまだアンパンマンになる前だからっていうのもおもろいけどね、めっちゃアンパンマン前。あ、明日の夜からの配信の時に何でしたっけ、あれを見ます。さよなら毛利さん、さよなら毛利さんを見ます。 KNB はもうちょっと後でも多分間に合うそう、毛利さんはあれ、毛利さんは3日のん2日の3日の0時50何分9分までとかだった気がするので、そう明日の夜。なんか前にファンの方からなるべくその見逃し配信とかはあのぜひ夜見て一緒に見たいよって言ってくださる方が多かったりとか、じゃないと夜じゃないと見れないよっていうのを言われる方が多かったりしたので、明日の夜見ます一緒に。え、合ってますよね私、あれ違います、え、ダメ、待って、 TVer、 うん、3月3日の0時58分までなので合ってる合ってる大丈夫なので、明日の夜一緒に見よう配信を。どんぐらいの時間、9時10時とかそれぐらいの時間かなに一緒に見ようと思います。ぜひ一緒に見ましょう。すごい今日最終日なのか、リラックマめっちゃ投げられる、なんかさっきからありがとうございます。どんぐらいまで行くんだろう大体でもそんなガチってないんで、まあ、全然あのミラーボール、いつもはなんか前回のイベントはもうほんとちゃんとなんかみんなとこの家電達成したいって思ったからそうだからあのみんなにミラーボールとか投げられてもなんか適当に言ってたんですけどリラックマはあのガチってないんでミラーボールもあの楽しく歌うんで許してください、前回のは。はい、すいませんマックミックさん、リラックマ風船ポロポロありがとうございます、ありがとう。そう前回のはガチってたからちょっとなんでミラーボール、もうミラーボールも嬉しいんだけどみたいな、それよりもアリスをちょうだいって思ってたんですよそうでも今回はガチってないんで、そう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 、あ、まだ家電は届いてないし何にするかも選んでないまだ、うん、まだね迷ってる、さっき10時もうほんと配信前にあのご飯を食べたのでお腹いっぱい、
こんにちは。こんにちは。みんなのお昼休憩ぐらいまでやろうかな。1時とかかな。今何時？おう、いい時間じゃん。もうすぐ。もうちょっとずつ人が多くなってきてる。だいたいね、11時から1時半ぐらいまでが、11時半から1時半ぐらいまでかな、みんなのお昼休憩が。そこら辺にこうなんかこう分割されて、だから11時半から12時半の人とか、12時から1時の人とか、12時15分から1時15分までの人とか、なんかそういうの大体分かるようになってきた。みんなのみんなのコメントとか、ご飯、あ、お昼休憩ですとか、お仕事行ってきますとかっていうコメント、まあもちろん今日お休みの人とか、全然夜勤ですみたいな、全然そんなの関係ないよみたいな人もいると思うんで、あれなんですけど、でもうお昼休憩なんてないですとか人もいると思うんですけど、そうそう、ずっと仕事なんすよって思う人もいるかもしれないんで、そういう方はぜひ、今多分映像倉庫で2週間後に見てると思うんで、ありがとうございます。こんにちは。え、めっちゃキューティクルすごくない？サラサラリン、ほらすごい、見て嬉しい。嬉しい、ツヤサラ。今日はアンドハニーのピンクです、はい、今日はアンドハニーのピンクです。使いやがって置いてるのは黄色いです。こんにちは。皆さんはお昼ご飯何の予定ですか？病院食、パン、焼きそば。お昼ご飯決まってないんで、ぜひ食べて、ぜひ食べてほしい。ぜひ決めて、何でもいいの？パン食べてます。ハンバーグとミニ、何、ミニゴールドって何？ミニゴールド、頑張って推測しよう。ミニゴールド、ミニリアルゴールドなんてないでしょ。ある？ミニリアルゴールドあるかな。なんだろう、ミニ、なんだろう。やばい、気になって、お昼と夜しか眠れないいつでも寝れる。ぴょんちゃんが決めてくれるお昼、何でもいいんですか？お昼ご飯もう皆さん本当に。私は今日はあのカルボナーラの予定でした。でも今さっき朝ご飯食べたばっかりで、お腹が空いてないので迷ってますえ、私も思いました。この砂糖が乗ったあれですよね、あのぐるぐるのやつにさ、こうやって砂糖かけてあるやつですよね。あれ大好きなんです私。あれかなと思ったけど、
ハンバーグとそれ食べるかなと思って。そう、なんだろうこの星は。いや、大好きですよ。私もそれすごくすごく大好きなんですよ。あ、甘いものとしょっぱいもので確かにありますよね。私あれ大好きです、あのポテチをバニラアイスと一緒に食べるの。いや、そんな頻繁にするわけじゃないですけど、なんかすごい美味しいじゃないですか。いや、美味しいですよね、わかります。だからもうハンバーグとミニなんちゃらゴールドも絶対合う、 300% 合う。いいねいいね、それいつかやるわ。絶対やらないやついつかやるわ。最高。だってハンバーグって美味しいじゃないですか。でミニなんちゃらゴールドも美味しいじゃないですか。もう美味しいかける美味しいはもう 100% 美味しいじゃないですか。はい、美味しい、ごちそうさまでした。星何なんだろうね、結局なんだっけ、なんて名前だっけ、あれ忘れちゃった。スナックゴールドだっけ、なんかなんだっけ、合ってる、スナックで合ってる。なんか星になりそうな、なりそうな、これまでの経験で星になってる、うん、星になってるあれを探した。セブンの焦がしチーズカルボナーラ買ってきます。うまそう、チーズ焦がしてるやん。売っているパンで好きなものは何ですか。メロンパン。でもそれこそそんなに好きです、ミニスナックゴールド。あとなんだろう、売ってるパンで好きなパン、あ、あんバターパンみたいなやつ大好き。あんバターパンみたい、あんバターマジで好き、あれやばい、もうヒット、大ヒットで、そのあんこが粒あんだったらもうマジクリーンヒット、もうホームラン、めっちゃ美味しい。お話し会の締め切りが間もなくでございます。皆さんあと6分、あとは塩パン塩パン、なんかルイ、え、なんかビドフランスみたいなところの、なんか前富山駅のあのもうなくなっちゃったんですけど、そこのパン屋さん今どっかに移転したのかな、わかんないけど、そのルイ・ビド・フランスみたいなところの塩パンマジでうまい。100円とかだったんですよ、私が高校生の時とか。だからいつもそこで買って塾に持ってってたりとか、朝早く行って買って朝ごはんにしたりとか、朝買ってって3軒目終わって食べて4軒目にあの終わってからお弁当を食べたりとかしてました。ビドフランス合ってる？合ってるわ。ビドフランスの、え、待って、美味しそうなメロンパン出てる。でも生クリームか。このビドフランスのこの
塩パンがマジで うまうまの馬だったんですよ。多分どこにでもあるんじゃないかな、このお店。割と結構東京でも見る。台湾の地下のドンクうまいよな。あそこのもうクロワッサン大好き。そこのクロワッサン大好き。え、待って、高くなってる。140円になってる。120円とか110円だったのかな当時。140円になってる。値上げしてる。悲しい現実。私絶対140円だ、買ってないもん。140円で買ってない、あの時。美味しいんですよね、大好き。しょうがない。小麦も高いし、卵も高いし、もう高いものだらけ。本当に今全部高い。私は元気。こんにちは。え、待って、みんな。今から私とっても幸せなお知らせをするね、ここで。まあ、あの私にとっては幸せなんですけど、皆さんにとってはもしかしたら幸せじゃないかもしれないんですけど、あのすごく幸せなお知らせをしますね。あ、全然お仕事の幸せのお知らせとかじゃないんですけど、はい、すいません、いきますね。なんとですね、マクドナルドてりたまが3月8日から発売になります。やったー。マジ毎年てりたましか食べてないレベル、私最近。嬉しい、めっちゃ嬉しい。てりたま、てりたま、てりたま幸せ。そう、てりたまはね、春しかやってないんですよ。悲しい。めっちゃ嬉しくない？あ、12時になった。お話し会終わり。てりたま、チーズてりたまのほか、瀬戸内レモンベーコンタルタルてりたま。へえ。いや、もうてりたまでいいんですよ、普通の。桜てりたま、え、そんなのあったの？全然覚えてないや。もうてりたましか食べてない。うん、多分。てりたまと月見バーガー。これ最強。二大マクドナルド。私の二大巨頭。絶
対食べるぞ。期間限定のものが好き、うーんというか卵が好き卵が好きなんですよね。そう、ロコモコはちょっと辛い、ちょっと辛かった前食べた時。本当に食べたい。だから月見とてりたま最強。ハンバーグに目玉焼きが乗ってるとテンション上がる。もう爆上げ、え、もう何でも目玉焼き乗ってたらテンション爆上げです。はい、え、目玉焼きって最高みたいなとこない？え、わかる？え、何にでも乗せて、カレーにも乗せてほしいし、なんか目玉焼きじゃなくてもラーメンに煮卵入ってるだけで幸せとかそんな感じ。焼きそばとか目玉、富士宮焼きそば食べてみたい。なんか多分食べたことあるんですけど、なんかメンバーとシェアして食べたような記憶なので。なんか生卵苦手なんですけど、あの目玉焼きの感じのあの生卵すごい好きなんですよね。生卵っていうか半熟卵みたいな感じ、あれがすごい好きです。はい、超美味しい。やばい、卵でこんな盛り上がれるんだ私って本当に幸せなの。サイゼリヤは私はドリア一択なのでごめんなさい。ドリア一択なんですよね、サイゼリヤに関してはマジで。ミラノ風ドリア一択。いや、ミラノ風ドリアに卵はいらないんですよ。うん、それはいらないの。いいの。いや、前したことあるんだけど、違った。あれはあれだわって感じ。あれはもう あれでいい。いや、美味しいんですよ。美味しいんだけど。なんか単品の方が美味しかった。そう、ホワイトソースが大好きなので、ホワイトソースの旨味が卵の旨味に取ってかれちゃってて、もうホワイトソースを楽しめなかったです。美味しいんですけどねでもミラノ風ドリアはホワイトソース食べに行ってるみたいなところがあるので、ホワイトソースを食べたかった。すいません、なんか難しくて。こんにちは。ホワイトソース大好きなんです。だから私ドリア大好きで、ドリア、グラタン、ホワイトソースがとにかく好きなんですよ。好きな食べ物ホワイトソース。なんか食べ物じゃない、てか丼系好き。天津飯とかカツ丼とかソースカツ丼とか、あとなんだろう、丼ひつまぶしとか久しぶりに食べたい。
ちゃんとしたひつまぶし食べたのめっちゃ昔、ヒカルンと一緒になんか暇でその名古屋から帰れる、北陸に帰れるその新幹線が、てか特急がないから新幹線がつながらないみたいな、名古屋からそのどこだっけ、米原とかまで、そう当時北陸新幹線がなかった時代ねの時に、名古屋から帰る時に あったか北陸新幹線その時でも、まあなんかとりあえずなんか名古屋って暇だったんですよでヒカルンと一緒にひつまぶし食べて帰った記憶がある。一緒に食べた。そうそうそう。天丼もいいね。うまい。カツヤのソースカツ丼、食べたことないかも。どこだっけ、どっかの忘れたけど、どっかのなんかが美味しかったごめんなさい、どっかのなんかのカツが美味しかったですよね。どこだったかちょっと忘れちゃったな、申し訳ない。ん？どういうこと？あ、そういうことか。ヨーロッパ圏のソースカツ丼はもう、それはもう、もう反則です。はい。それは反則ですよ。ダメ。あれはもうダメ。もう一番うまい、もうあれが一番うまいんだから、反則級の反則、うん、絶対ダメそれ、一番最強、殿堂入りどころかもう神天使やばいみたいなトップ、てっぺん取ったんでって感じ。うん、ずるい。みんなが食べれるもので今探してんだから、こっちも。私だって言いたいよ、ソースカツ丼、ヨーロッパ圏の。でも富山から福井も意外と遠いんですよね。そうそうそう、新幹線ができますからね、この後。てかさ、北陸新幹線福井までいつ伸びるんでしたっけ？2024年春。私あれなんですよね、2024年春まで、春 福井の敦賀まで開通しますって言われた時に、うわ絶対そこまでいねえわと思ってたんですよ、アイドルしてねえやってでもなんだかんだしてたな、今はまだ2023年だけど、なんだかんだいたわ、アイドルやってるわもう絶対私 AKB じゃないんだろうなと思ってました、その時。だから関係ないわって思ってたんですけど、
なんだかんだアイドル、びっくり、意外とアイドルしてた意外とアイドルしてた。だから まあそれこそ来年いるかわかんないけど、それはちょっと読めない、わかんないけど、いるといいね、なんだかんだアイドルでしたわ。まだアイロンしようって、締め切り12時までテロップ変えなきゃ。二次申し込みが今日の16時から明日の12時。え、そんなすぐなの？1日ないんだそんなすぐなんだね。いつもそんな感じ？前はもう一日くらいいよいよあったような、全然わかんない。
どうなんだ。みんなも覚えてないよね。ワンショット申し込みました。当たるか、絶対当たる、大丈夫。こんにちは、やってみっちゃった町工場、町工場に突撃なんとか見れましたって来てる。どうやって見ました？ TVer、パラビやってました？再放送、普通に録画、お家で録画してたやつ、どうやって見ました？パラビ TVer とかですか。前回のシングルの最終受付1時半から18時、あ、 1月30、あ、そんな18時から次の日の1時、そんなもんなんだね、意外と。どうやって見たんだろう、その町工場に突撃。パラビか TVer でやってんのかな、それとも自分で録画したやつかな。でもなんとかって言ってるから多分どうにかしたんだろうな。どっち？気になる。なんか掘り下げちゃいけなそう。ダメですよ。ダメですからね。今日は気になることが多い。私基本的に好奇心旺盛だったり、まあ、まず普通に ね、あの社会のことを知らないっていうのもあるんですけど、そう、気になることは気になるって思っちゃうタイプの人間、すぐにそう発言しちゃう人間なので、何気になるってなっちゃう人間なので、割と気になることは多いタイプの人間です。子供の時から言われてきました、そうやって。熱っ。熱かった。皆さんぜひあのお仕事に戻るよっていう方とか、昼休み終わっちゃったっていう方は、あの仕事戻りますとか言ってね、寂しくなるから、急にコメントなくなったら寂しくなっちゃうから、みんな教えてね、ちゃんと。
ともゆきさん、リラックマ風船、くまくま、ありがとうございます。ありがとう。よし、もっとサラサラになった。今日は多分最後まで見れます。やった、ブレピーマン。最寄りのコンビニがデイリーヤマザキなので、なんちゃらゴールド買いに。待って、私とお揃いじゃないよ、なんちゃらゴールドは。ピョンズとお揃いなだけだよ。それでも行くんなら、あ、私が好きではありますけどね。でもそれ買うんだったらハンバーグも一緒に買ってください。ぜひ、いつか試そう、私もなんちゃらスナックゴールド。ヨーロッパ圏調べてみたけど本当に美味しそう。え、本当に美味しいんです。美味しい、あの、違います、もう違いますよ。皆さんが思ってる以上の美味しさなので、本当行ってほしくない、みんなには。だって混んじゃうから。うん、本当に行ってほしくない。でも美味しいの、めっちゃ。くまたかさん、黄色い鳥風船ピヨピヨ、ありがとうございます。言ってほしくない。こんじゃ。名古屋からそのために福井に。すごい、美味しいですよね。マジで美味しいっすよね。いやー、なんか私絶対これ分かり合える人好きだわ。だから好き。うん、大好き、ヨーロッパ系。橋本春奈さんにショールームで取り上げていただきましたってポスター貼ってくれ。いや、もしもピョンズの方行くんだったら、ちゃんと私の名前出してください。あの AKB48 の、 あの富山の出身の子がここめっちゃ美味しいって言ってて、ぜひ言ってください。私の名前出しといて。あ、そうですかで終わるかもしれないけど、昔クレちゃん、超クレナちゃん、あの初期の福井県代表の子がミラモン飯で行ったんですよね。そう、いいなと思ってました。いいなぁ、行きたいなぁって思ってました。
支払いはぜひ AKB の富山の子でお願いします。やめてください、勝手につけないでもらっていいですか勝手につけないでもらっていいですか、困っちゃう。前はクレちゃんのサインあったんですけど、この間行った時はそのほんと前の前ね、クレちゃんのサインあったけど、この間行った時はそのサインとは別の場所に座ったんですよね。だからそれが残ってるか分かんない。この間行ったのはあの福井のイベントあったじゃん、10月16とかに、そのそれ終わりに行った時にあったかな、と覚えてない、なんか別の場所に座ったんです、その時。宣伝画像を作ろうと思って、え、嬉しい、ありがとう。スケジュール調べてたら探すのが大変だから16時まで待つことにあのぜひあのあれですよ、他の方のあの宣伝画像を見てとかでも全然いいんで。くーちゃんさん、チューリップありがとう。一番はあちこちに投げ、どういうことだ、あちこち、ああちこち、いろんなところにってこと。完売出てたらソールドアウトってつけたい、嬉しい。あ、市場ね、市場か。いいね、市場行きたい。30秒ぐらいのスクショタイムでした30秒もなかった、10秒ぐらいだった。こんにちは、何喋ろうかな。もう今日喋りたいこと終わっちゃったから。でも多分今からお昼休みの人、12時半から1時半までのお昼休みの人もいるから、その人たち向けの配信、お仕事お疲れ様です。皆さん疲れましたよね、疲れ様です。癒しの配信、癒せるかな。とあるうっかりを口走ってもいい。なんかあるかな。え、なんか全然関係ないんですけど、ひろゆこさんが昨日でツイート、ひろゆこさんとしてのツイートが昨日で最後だったみたいで、そう、あのツイート見て、うわー寂しいなって思っちゃいました。やっぱテレ東さんって本当に、なんだろう、
本当にいろんなところで私を使っていただいて、なんか最初のメンバーと、いろんなメンバーとロケに行かせていただいたものも多分テレ東さんが初めてだったりとか、そう、ああいう感じのなんかフラットロケみたいなそうで、そこでまあ謎にお風呂に入って、前日に言われてお風呂に入ってもうなんか最初それを聞いた時は、あ、やばいんだなって思ったんですよ。まあそれこそ最初、一番最初のね、番組名からしてやばいなとは思ったんですけど、でも一番最初にそうやってメンバー全員とインタビューをして、こういう子を使いたいとか、こういうメンバーがここで活躍できるんじゃないかとかっていうのを、なんか本当にめっちゃ AKB の今のメンバーを、そのそれこそ、もちろん出るメンバーに関しては選抜が多かったっていうのはもちろんあるけれども、でも非選抜の私も何度も使っていただけたりとか、最初のそのなんか選抜が決まった時のタイミングのミーオンさんの言葉の時に、なんかランちゃんと私の映像を使ってくださったりとか、なんかそういうところで、その非選抜のファンの方もなんて言うんだろう、見てて、あ、推しが出てるって喜んでくださるようなものを作ってくださったりとか、もちろん選抜が多い中に3人とか選抜いる中に1人非選抜私がいたりとかっていうのもあったりとか、そうやっていろんなところで呼んでいただくことが本当にできたので、本当にすごいテレ東さん、一番最初の多分お風呂 の、 静岡に行ったやつのおかげで、この3月5日のやつだって決まって、ファンの皆さんに会える機会も増えたりとかするし、してるし、まあ何より、まあ本当にお酒とお風呂を全世界に配信するなんて、アイドルになった時は思ってなかったからね、本当にそれは皆さんもうなんか新鮮な感じで多分喜んでいただけたりとか、なんだろう、ハロピョンがこのメンバーとロケしてるとか、西川レイちゃんとかとさ、まだ仲良くなって全然立ってなくって、でもそっからその卒業ってことも決まって、なんかすごい寂しいってなってた中で一緒にロケして楽しかったりとかあったりっていうのがあって、すごい私の中では本当いろんな経験、いろんな初めてのお仕事とかをさせていただく機会を作ってくださったのがテレ東さんっていうのがすごいあって、ナレーションの、この間のナレーションのもそうだし、でそこに多分なんかね、呼んでくださってたのもテレ東さんだったりひろゆこさんだったりっていうのはあって、だからすごくなんかもうテレ東さんに呼んでもらえないかもしれないっていうなんか怖さはあるんですけど、ね、本当 そうなんですよ。鈴木あゆちゃんとのアップガーさんとのコラボの時もあれから本当にフェスとかであゆちゃんとなんか時間があったりとかしてるたびになんか結構わーってなって写真一緒に撮ったりとかしてるし、でもあゆちゃん卒業しちゃうんですよね、アップが。うん、寂しい、めっちゃ。そうそうそう、だからそういうのもあったりとかして、すごいいろんな、本当いろんな出会いだったり、いろんな初めての経験だったり、いろんな初めての活動だったりをさせていただけたし、多分お風呂のやつも絶対に多分絶対テレ東さんじゃなかったらっていうか、多分テレ東さんじゃなかったらもっと前に告知してくださるじゃないですかいや、まあでその告知が前日だったから、私も、もう考える暇、もう本当グラビアと一緒、考える暇もなく分かりましたっていうしかなかった。でも多分それが、考える時間があったらもしかしたら、いや、やっぱりそれはって言っちゃってたかもしれないから、もう多分皆さんもテレ東さんに感謝してください私が
え、まあ、いろんなね物議は醸しましたけれども、もうなんかあの5分間の動画、私がお風呂に入ってる5分間の動画がまさか YouTube に載るなんて本当に思ってなかったです。でも全然いいんですよ、もうもうやったからもう見てくれって感じで、多分それがなかったらねまあグラビアもね、もしかしたらさ、なんか本当にだってもうお風呂でやってるからいいやっていうぐらいの気持ちになってたけど、そうお風呂でもうなんかなんて言うんだろうね割とねっていう感じになってたからいいやって思ってたけど、でもこうなんて言うんですかグラビアはもしかしたらやってなかったかもしれないし、わからないじゃないですか。そこにもつながったし、え本当になんかこう佐久間さんともこの間あのご一緒させていただいたじゃないですか。だからそういうことがあったように、本当にまたね全然もしかしたら違う場所にはなるかもしれないけど、一緒にまたお仕事をさせていただけたらなっていうのはすごい思います。とても楽しみです。だからまたお仕事させていただけるとき、そのときはもう忘れないでほしいな、ぴょんはるぴょんさんって。またギャローさんありがとうございます。ひな祭りのフレームありがとう。そのときはまたね橋本さんってゼロに戻るんじゃなくてはるぴょんさんってまた言っていただけるように。そしてハルピョンさんなんかすごいですね今勢いって言っていただけるように頑張りたいなと思います。まあ、番組自体は続くのでまだこれからも見ていただけたらなと思います。そんな感じですそんな感じです。番組名え、わかんない、待って番組続くよね勝手に勝手に続かないかもしれないかもしれない、わからない、続くと信じます。マッサージしてほしい、して自分でしろ、はいすいませんそうですよね、自分でしろって感じですよねでもダメなんですよね、私人にマッサージされられない、できない、なんていうの、あの前にトレーナーさんにあの足を本当ほぐしていただいてた時あったんですけど、すごく昔本当ダメで、私くすぐったくって忙しすぎてもう全然もうなんかマッサージにならないみたいなくすぐったいみたいな感じだったのでダメなんですよ本当に。でもくすぐったいって最悪らしいですよ、なんかリンパが滞りすぎてるみたいな、うん、だからそのリンパを流してあげてまずマッサージできる
足にしないと。リアルお話し会5月6日完売してなかったら2時でも応募します。大丈夫、絶対応募して。完売しないから。そんな1時じゃそんな完売できないから。応募して、待ってるね。もう応募する気満々でいてね。うん、本当完売出てる部と出てない部じゃ全然違うんだなってオンラインお話し会の時にめっちゃ思ってて、マジで喋らない部とかめっちゃあるんですよ。そうだから、私の声をもっと使って。11日の B 公演メンバー発表されたら申し込みます。で、勝手に出ると思ってるんですけど、なんか別のお仕事の日程が今この日とこの日とこの日で、なんかどの日になるかなんか先方さんと相談してますみたいなのが来た時に、そのマネージャーさんからその11日だけ外されてたんですよ。だから多分 B 公演出ると思います。勝手に想像で寄ってる。全然まだ分かんない、まだ誰が出るとか言われてないからまだ分かんないけど、3月5日に発表されると思います。ああ、じゃあ5日で。5日は仕事あったよね。なんだ、日がなんか。まあ、匂わせっていうか、基本的には、ほんと全部出ると思っていただけたら、B 公演に関しては。基本ね。私がでもただやっぱ、別のお仕事だったりとか、それこそ別の用事だったりとかで出られないっていう時もあるので、うん、そういう時はごめんだけど、でも基本出ると思ってください。ね、土曜の B 公演久々、それな。え、マジでマッサージしよう。足細くなりたい。でもそのためにはあれをしないといけない。クリームを塗らないとマッサージ、この肌が摩擦でダメなので、クリーム塗ってやります、後で。本当にやんのか、後でやります。こんにちは、結婚しましょう、だって。こんにちは、ごめんなさい。まず家と車だけ用意してもらって、あとはそうですね、何かな、私の結婚相手の条件、マジ家と車ですね。まず足つぼとか、足つぼマジでへっちゃらなんです。私ビンゴネオの時に、あのユイリーさんがなんかあのここになんかつけて、あのふーって鳴らしたらダメみたいなあったじゃないですか。あれの足つぼあったじゃないですか、足つぼマット。あれをそのユイリーさんの準備待ちの間になんかみんなでやってたんですけど、マジ全然いけちゃった。うん、全然いけちゃいましたね。
はい、だから私多分足つぼ平気なんですよ全然。我慢強いとかじゃない、痛くない、全然痛くない、痛くなかった。いやまあその足つぼマッサージが大丈夫だっただけで、あのもしその足つぼ健康足つぼ師さんみたいな人いるじゃないですか、そういう人のガチの足つぼは無理かも。てか人に足触られるってことです、足の裏触られるってことですよね。多分くすぐったいが勝つと思います痛いとかじゃない、くすぐったいが勝つ。触らないで、無理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 くすぐったいが勝っちゃう、そんな気がするな。家族もみんな、わかんないです。あ、また言うの忘れた。まあいいや、今日の夜言っとこう。今日の夜ツイートしときます。バーストップさん、もやっとバルありがとうございます。よし、もうなんか話すこと終わっちゃったからそろそろ切ろうかなでももともと予定してた時間より30分ぐらい、40分ぐらい短い。あ、カラオケすればいいんだ、久々にカラオケしよう。じゃあ一回切ってカラオケしましょう。久しぶりカラオケ。みんな歌ってほしい曲ぜひ後ほど募集しますのでお願いします。それでは一旦切ります。また多分ちょっとしたら配信始めると思うから待ってて。まずランキング読みます。いきます。1位くーちゃんさんありがとうございます。2位ギャローさんありがとうございます。3位赤花のソルティさんありがとうございます。4位ゴンさんありがとうございます。5位ネバーストッパーと推しを選抜にするために頑張る皆様が素敵さん、そんなことを言ってくださるあなたも素敵でございます、ありがとうございます。5位山内さんありがとうございます。7位ズーデスさんありがとうございます。8位ベベモンさんありがとうございます。9位マックミックさんありがとうございます。10位ともゆきさんありがとうございます。11位アキさんありがとうございます。12位スコットプリ
グリーンのさん、ありがとうございます。13位ガウリーさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーたち18位はカエルピョコピョコムピョコピョコさんです。ありがとうございます。なんで2回に分けるのかっていうのは、カラオケをしてしまうと映像倉庫さんに残らなくなってしまうんですよ。そうで、私ってこうなんて言うんだろう、この時間にやりますっていうのって大体あんまり決めてなくて配信する人なんで、見逃した方とか映像倉庫さんで見てほしいなっていう気持ちがあって、そうで、ただカラオケをやってしまうとそこに残らなくなってしまうので、この話はまた別で映像倉庫さんに残してもらって、別に歌ってるだけの映像はもう映像倉庫さんに残らなくてもいいじゃないですか別に。そうだからです。だから分けて配信するようにしてます、カラオケをやりたいときは。そうって感じですかねはい、なので、あの、見逃したなっていう人はぜひまた映像倉庫さんで見てくださいって、これを今見てる皆さんに言うのは違うのか、まあでもそんな感じですということで、6310、あ、最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6311人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。それではありがとうございました。またちょっとしたらすぐ戻ってきます。ありがとう、またね、バイバイ。ただいま。ちょっとか、あの、充電が 50% しかないから、もしかしたらあれかもしれないんですけど、戻ってきました。ただいま。じゃあ、なんか歌いますか。何歌おうかな。今日は3月1日、何の日だろう。マーチの日だって。行進曲系アイドルの夜明けないよね、アイドルの夜明け。多分更新系の曲なんかある。春、桜、 AKB 桜、クラソン、なんかあるかな。AKB の桜ソン。やっぱなんかしんみり系が多いな、桜は。あ、なんか結構元気系の曲、これにしよう。桜ソングかわかんないけど、元気系の曲です。元気系
卒業ソング。ちょっと楽曲ダウンロード中。長いな長いな。楽曲ダウン、あ、来た。あの BGM 下げてて、あ、ここだ。ここで歌うの。 BGM 下げてこの辺で歌うので、3月の音上げてもらえたらって感じです。
ありがとうございます。キラさん、ミラーボールありがとうございます。ギャローさんとキラさん、あのなんか歌ってほしい曲あれば、アーサーさんも歌ってほしい曲あったらぜひ教えてください。あ、初日以外でもう初日はもう歌い疲れちゃった。いっぱい歌ってきたから歌い疲れたので、初日以外でお願いします。はい、すいません。初日辛いんですよ本当に。このなんていうんですかね、休憩がなくて。ジャーバージャーある、あるか、シングルはあるか、珍しい。ジャーバージャーリクエストされるの初めてかも。キラさんとアーターさんも何かありましたらぜひ。あ、ゆういちさんの音符ありがとう、ぜひ。せんじゃばじゃん、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 オールロン、じゃばじゃん、じゃばじゃん、インザクルーズ、yeah.深く息を一つついて、嫌なことはもう忘れてしまえ、星さえない真っ暗なこの街でも、遠い空から夜は明けるんだ。午前0時過ぎたら誰もが生まれ変われるよ。夜恋人に入れて Tonight, 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 yeah, yeah, yeah. いいことと悪いことループする、人生よ目を閉じて踊ろうか、ジャバジャバキナオーバー、ジャバジャジャバジャ、言い訳メイビーキラさん、 OK、 次歌います。 In the club でムカついたらまぐればいい、それも無駄だとマジ思い直した。おの恋してどんなに浮かれても胸のモヤモヤは晴れやしないよ。今日
とうございます。ね、そしてカプレさん、アーターさん、音符ありがとう。ズーデスさんも音符ありがとう。ネバーストップさんも音符ありがとう。ギャロさん、ミラボールも1個ありがとう。よし、言い訳メイビー、キラさんの言い訳はあるでしょう。言い訳メイビーなかったらやばい、マジでやばい。100ある、100あるし、多分歌える。公演でやってるから。2番
えるかな。ね、いい曲、言い訳メイビー。好き、ありがとう、歌わせてくれて。お、リラックのポイントもうすぐで10万いく。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ、気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリットソン。なぜこの曲が浮かんだのだろう、突然。愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え、君はメロディー、メロディー、懐かしいハモニー、ハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み、僕のメロディー、メロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく君と歩いたセンター街から通り抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるようなあの偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来、眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリー、メモリー、夢を見たクロリデー、クロリデー、さよならに込めた永遠。ありがとうございます。振り返るように君も思い出すだろうか。あの頃いつも流れたきっと君はメロディー、メロディー、懐かしいハモニー、ハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み、僕のメロディー、メロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今も、こんなメロディー、メロディー、きっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出は時に小松坂さん、ズーでした。ありがとう、音符。口ずさむだろう、いつの日にかあの頃のメロディー。ありがとうございます。カプルさん、ありがとう、音符。アーターさん、ミラーボール、ありがとう。カプルさん、ハートもありがとう。にゃーこさん、もやっとボール、ありがとう。ぜひ、あ、プリンさんかな、チューリップ、ありがとうございます。ぜひ歌ってほしい歌。
送ってください。ネバーストップさん拍手ありがとうございます。一旦さっき言ってたなんだっけ、ペンギン歌います。え、走れペンギンない。あ、待って、走れペンギンってびっくりマークあるんだっけ。そういえばだからないのか。あ、ないや。え、嘘。え、あった気がするんだけど。ちょっと待って、AKB で探してみる。ある気がする。久しぶりのパナマ。バケット、バース、ハロウィンナイト。ハッピーエンド、ハッシュタグ、始まり。あった。あ、走れペンギンのびっくりマークは、半角のびっくりマークなんですね。なんて難しいんだ AKB は。AKB はなんて難しいんだ。半角らしい。まだダウンロードしてる。待っててね。あ、来た。好きなんだろう、走るペンギン動く
少だけセンターを目指すんだ。ありがとうネバストップさん、ありがとうアーターさん、ミラーボール、ありがとう。なんか感想の3ブロックとかに分かれてるのかな。なんかとにかく難しい振りの人が一つあって、私は3ブロックの1ブロックに入ったことあるけど、なんか難しい振りやんなくて、で山梨の時もこの曲やったんですけど、なんかボール投げてたあと移動してた。そう、なんか何人かだけ踊って私は踊らなかったですそこ踊らなくて良い人でしただからその難しい人のところに入ると頑張んなきゃいけないなって思ってますまあもしそうなったら頑張ります。ということでありがとうございました。みんなあれ、ゆういちさんとかアーターさんとかキラさんとかぜひミラーボールくださった方とか歌ってほしい曲あれば、お待ちしてます。え、なんかすごい、あ、なんでもない、ごめん。口移しのチョコレート、偶然の十字路、チェック BAA 待って、サビは歌えるんですけど、とりあえずなんだっけ、口移しのチョコレートあるかな。あった、偶然の十字路、どんな曲だっけ。チョコレート口移ししていつものキスじゃつまんないよ、強引にねじ込んでチョコレートで溶かしてあなたの愛を舐めたいの、唇をはみ出してやらしい音を立てる。私が唯一やったことない、あの出るわけのユニットとかひと目を気にしないで、私たちの自由でしょ、誰かに見られてるともっと大胆になれる、オープンカフェの真ん中、あなたの膝によじ登って、ペティブルーみたいに可愛い女の子よ、青空の下で愛し合えるの、じいちゃんもったいないいっぱい困らせたいのは、私は絶対にチョコレート食べれませんので口移さないでください。充電あと 20% って言われた。頑張ろう。自分のその気持ちに正直でいたいだけよ、人間は誰だって
写真して、いつものキスじゃつまんないよ。強引にねじ込んで、チョコレート下で溶かして、あなたの愛を舐めたいの。唇をはみ出してやらしい。めっちゃ完璧に歌えるじゃん。そのなんて音程とかじゃなくて歌詞いつも聴いてるから、聴きながら着替えてる。口うつししてディープなキスをするように斜めから抱きしめて、チョコレート甘くビタン、あなたの毒が美味しいの。目を閉じちゃもったいない、困った、顔素敵よ。ありがとうございます。カベルネさん、ミラーボールたくさんありがとう。アーターさんもミラーボールたくさんありがとう。ユイチさん、サイリウムと音符ありがとう。アーターさん音符ありがとう。カプレさん、ありがとう。なんだこれは、音符ありがとう。みんなありがとうございます。ありがとう。あるかな、偶然の十字路。まず歌えるかな、歌えない気もする。偶然のサビは歌えるんですよ。そう、あと充電がない。一曲とかかな。あるけど歌えるかわからない。地下鉄乗ってて聞こえなかったので乗り換えのタイミングで一曲聴いてよかったそれは曲かかったら歌えない気がする。川の水の日差しが鏡のように反射してるよみたいなじゃない。自転車を漕いで橋を渡って君を迎えに行く。待ってよ。まだ学校へはそう早すぎる時間。僕の自転車は走る。
君の自転車は走る、僕と君は風になろう。わかんない。アウトだったんですけど、ありがとうございました。ということで、はい、あ、ちょっと充電さそう、きっとおもり充電さして終わりたいと思います。皆さんミラボールとかいっぱいありがとう。ゆういちさんも今拍手ありがとう。アーターさんもミラボールたくさんありがとう。カプレさんも音符ありがとう。にゃんこさんもありがとうございます。皆さんありがとうございます。また明日はお昼ぐらいにちょっとやって、夜に何でしたっけ、さよならモーリーさんを一緒に見よう配信をやろうと思っているので、ぜひ見てくださると嬉しいなと思います。なんかよろしくお願いします。お話し会の再販もまた16時からスタートするので、ぜひそちらも、みんなと一緒にお話できたらなと思うのと、絶対に支払いだけは本当に忘れないでください。よろしくお願いします。ブラックリスト入りしちゃうんで、よろしくお願いします。それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位アーターさんありがとうございます。アーターとピョンズさんありがとうございます。2位ユイチさんありがとうございます。3位キラさんありがとうございます。4位ギャローさんありがとうございます。5位鎌倉殿様さんありがとうございます。6位カベルネさんありがとうございます。7位くじの大吾さんありがとうございます。8位にゃーこさんありがとうございます。9位カプレさんありがとうございます。10位へその穴ほじってたらブラジルについてたさんありがとうございます。11位ベジータさんありがとうございます。12位ズーデスさんありがとうございます。13位ネバーストパッド、汚れている入院声、汚れてませんやめてくださいありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はレイモンドアット香港さんです。ありがとうございます。ということで皆さん、この時間の配信も見に来てくださってありがとうございました。今日から3月なので、また、今月も皆さんと楽しくできればなと思っているので、いろんなね、思うことはいろいろあるんですけれども、それでも大事にしていきたい部分だったり、なんか今私ここじゃなくてここに力かけなきゃいけないなとかって思う部分だったりを、ちゃんと3月見極めたりしていろいろ頑張っていけたらなと思うので、ぜひこの後も応援よろしくお願いします。それでは最後に終わります。ありがとうございました。5000人超えてなかった、そりゃそうだありがとうございました。それではまた明日会いましょう。明日お話ししましょう。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。